はい、こんばんは。船橋市議会議員の朝倉です。本日4月7日21時です。自宅より発信しております。船橋市の新型コロナウイルス感染症の現状とについてお話ししようと思います。で、これから私が言うことは、情報としては全て市が公式発表した情報であり、なおかつそれを私の朝倉ミキアル公式サイトに発信してありますので、新しい情報は特に、新しい情報はないというふうにお考えください。ただこれまでさまざまな情報が出ている中で、十分把握できていなかったり、あるいは整理できていなかったりする方のために私なりに整理して発表させていただきます。さて、それで本日緊急事態宣言が出ました。で、千葉県も含む、対象地区はゴールデンウィーク明け5月6日まで 1ヶ月の、行動自粛を促す、行動を控える期間となりました。やはり、この事態に関しては、この趣旨を尊重しながら、本当に必要な時はしょうがないと思うんですが、私もできるだけ、控えようと思っております。さて、でその、前にこう船橋市議会の動きを言っておきますと、船橋市議会でも13日に予定されていた会派代表者会議は休止、そして、文教委員会も20日に予定されたものが休止になりました。で、当然議会としての提言チェック機能は果たさなきゃいけませんので、どうしても必要性があればその都度担当課とは話しそうと思っているし、特に教育委員会に対しては、この私が自らやっているようなウェブ事業を本来は教育委員会がやるべきだということは、伝えていこうと思って要請していこうと思っているんですけど、会議体として、長い時間会議をすることは今の時期は差し障りあるということで、この休止についてはやむを得ないかなと思っております。しかしやるべきことは今後も続けてますけど、在宅でできるだけ、やろうと思っております。さて、この緊急事態宣言の夜に先ほど理科と数学の授業の中でも言ったんですが、私がある時思いついた、式があります。コロナを9と9で割ると7になると、コロナ、苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7になるはずですので、頑張っていきましょう。それでは、本日の、本日の、までの船橋の感染の流れについて確認をしておきたいと思うんですが、3月中の感染は、3月1日に初事例があり、2日、それから18日後の、19日にララポートでの、従業員の発症があり、発症というか感染確認があり、それから、しばらくして3月25日に2人、3月28日に2人、海外からの帰国者に発症がありました。しかし、3月中の発症は6件であり、なおかつその後の追跡調査や、来歴も比較的明らかな状態でありました。よって3月の25日の時点で船橋市は、学校を4月に再開する方針でありました。ところが、ちょっとその後状況が変化しまして、こうなったんですね。3月の4から、本日の7日の発表までで、市が公式発表したもので32人の感染になった。つまり、6人だった3月からすると26人増えたんですね。さて、26人が急速に増えたということで、その捉えどころない不安になって、られている方もおられると思うんですが、26人のその4月以降の感染について、その、経路とか、状況を分析したいと思います。これは既存のデータを私が整理しているだけで、新しい情報があるわけじゃありませんので、既存の情報の整理だと考えてください。発表は、4月3日に発表された4例、4月4日に発表された7例、そして4月5日に発表された、8例、そして4月6日に発表された3例、で4月7日、本日発表された2例です。で、その中で、経路が、その感染経路がはっきりしている列がありまして、例えば、
8番と15番と23番、24番、この濃厚接触者の経路が順に明らかになって感染が明らかになった。ただ、この23番、24番以降、濃厚接触者はいないという状況ですので、これはこれで止まってるはずです。で、同様なものが17番と29番にもありまして、ただ29番、30番、まだ2人いらっしゃるので、この追跡調査をしているはずですが、現状のところまだ出てませんので、もしかしたらここで止まってくれるかもしれないということです。で、同様の話が、今日21番についてもありまして、21番の濃厚接触者32番が本日発表されました。で、ここあと1人ですので、ここももしかしたらここで、感染の連鎖が止まる可能性もあります。さて、あと散発的に発生しているのがこれですね。ただ、まだ完全に楽観はできませんけど、この11番から16番、4日に発表したものの、これは、この方々は当然市が把握してますので、追跡調査がされてるはずです。ところが3日間経った時点で、追加班感染、こういうちゃんと追加感染が発表されていることもある一方で、これ発表されてませんので、100% とは断定できませんけど、ここで止まってる可能性もあります。さて、そうすると、今のところで一番、これから続く可能性があるのはここですよね。で、18番の方が、残念ながら本人動員が取れずに来歴が分かんないんですが、ここら辺の方から、特にこの25番の方ですね、医師の方で10人の濃厚接触者がいる、あとここら辺ちょっと多い人数がありますので、ここら辺の動きがどうなるかによって変わってくると思うんですが、26日でも そこから連鎖の爆発が起こっているわけではない、と、起こっているとは今の時点では断定できないし、起こっている、という状況ではないと現時点では言えると思いますので、私たち落ち着いて緊急事態宣言の状況を踏まえて落ち着いて、やっていきましょう。それともう一つなんですが、こちらは明確に集団感染が明らかになったのが、これは船橋ではないんですが、船橋の指定管理施設の東照町の、サザンカ会の北総育成園です。で、ここは今108人に感染者がいました。ただ、1週間ぐらい前で90何人の状況でしたので、そこから爆発的に、増えてるわけじゃない。確かに徐々に職員とか職員の家族などに感染が広がったのは事実ですけど、ここも爆発的になってるわけじゃない。今一生懸命千葉県と船橋と法人が協力しながら対処しているところですので、いわゆる感染爆発という状況は市内でも施設においても起きてない、持ちこたえているという状況でありますので、私たちはでも油断をせずに、しかし悲観もせずに、この事態、緊急事態宣言の趣旨を受け止めて、引き続きで落ち着いてやっていきましょう。はい、ということで、また新しい状況が分かりましたら、このように発表をさせて、整理をさせていただきます。はい、こういう形、これは既存のデータを整理するだけで、うなぎ登りに玉付け式に増えているわけじゃない、でも警戒は必要だという現状が分かると思いますので、私たちは冷静に、冷静かつ警戒しながらこの事態を乗り切っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。